し。後ろに止めてある奴の車を映してる。詳しく見てみるか。運が良ければこいつはご機嫌に酔ってる。そしたらたやすく、うわっ、このクソったるみ、捕まえた。捕まえた。レイモンド・ケニーだ。ああ、バーの外だ。連れて行け。鎮静剤か。ああ、気をしっかり持たないとまずい。まあ、かなり取り込んでる。何か手伝えるかと思ってた。前回は見捨てて逃げたけど、腰抜けにはなりたくない。だがそれが俺だ。それが嫌なんだ。大丈夫大丈夫、全て順調だ。おい、酔ってるのか。馬の鎮静剤だ。え、忙しそうだな。終わったら電話してくれ。電話してる。盗聴しないと。ケニーがいる。荷造りを始めろ。金はいつもらえる。帳簿には残せない。数日猶予をくれ。しかるべきルートで手配する。そうするんだな。デフォルトはどうだ。無料で奉仕してる。デフォルトの野郎、最後にお仕置きしてやった時、シカゴから逃げ出したのかと。ブルームとあのネズミ野郎だと。最悪の組み合わせだ。デフォルトに監視されてるなら、どこに隠れようと確実にブルームに見つかる。奴はそれほど優秀だ。選択肢は一つ。あの野郎を先に見つけて始末するしかない。フルーア、調べてほしいことがあるんだ。もちろん。まずは今いる場所から俺の周囲のネットワークを探してくれ。バカみたいなものを探してるんだ。顔文字とかアスキーとか。何も見えないな。待てよ、チルダーだ。かわいいな。ネズミの尻尾みたいだけど。それだ。その場所を送ってくれ。了解。マシンの中身を見てみよう。意識ははっきりしてきたが、内臓は今にも飛び出しそうだ。あのブルームのクソ野郎を尾行した甲斐があったことを願おう。これは大当たりかも。まったく昼飯がとどまってくれるといいが。よし、負けるな。
い。収まれ。追跡してたんじゃ何日もかかる。時間がない。やつを怒らせてみるか。ヘマをさせるんだ。やつが見ててくれるといいが。おいクズ、話がある。連絡してかよ。こんな程度だったのか。もっとドラマティックなのを期待してたんだが、正直がっかりだ。ここにいないなら、お前のおもちゃをいじくり回したって構わないだろ。テレビ局が興味を持ちそうなものもある。警報を予想しておくべきだった。
話したくなったか。そうか、だが今は忙しい。伝言を残せ。いやしい原始人め、自分がどれほどの絶滅危惧種か分かってるのか。それについて議論したけりゃこっちに来い。背後に有名内の古いビルがあった。おやおや、しくじったな。フルワーカー、ブルームはハッカーを雇って俺たちを追跡してる。通称デフォルト。凄腕だがエゴの塊で何でもゲームに仕上がる。ネズミみてえな機械のマスクをかぶってる野郎だ。本当に俺を巻き込みたいのか。あ、一緒に行ってもいいが、邪魔になるだけじゃないのか。ああ、多分な。